よし、新キャラボリベア使っていきたいと思います。こいつは森のクマさんです。出会った時には皆さん気をつけましょう。ある日森の中クマさんにガチガチまあサンドリかな、サンドリでいいのかな。まあ3がね、これね、これをさこういうとこに置くやん。で俺入ればウィーバリアフーバリアフー T1 ゼウスで、こうスタックが溜まった後はもうベリーンってなるから、こうもう殴り毒。うえ、あ、入れなかった。テンション高くていいで、恥ずかしいからやめて。え、これスキル上げ3、1かな。でもジャングルだと2でいいんだよな。トップだと2でもいいんだよな。オーンだしな。押しすぎた。合わせたでファームできねえのに。3の発生は遅いから、相手の進行方向とかに、ガンクとかだと、なんかまあ、この辺に隠れといて、この、こういうところに、こういうところに隠れといて、こう打って、そこに走っていくイメージやね。相手の後ろとかに置いて、こうやって置いといて、走っていって、自分も、このバリアつけるのがまあ優先。まあ、スロー、相手に当てれたらまあ、スロー、どっか行ったぞ。スローかけれるから、それも強いけど、敵を倒しました。こうやって入ってってバリアつけて相手に、まあこれはまあオーンだからあれだけど、ミニオン痛えな。待って、ごめん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 、全然見てなかった。ミニオン多すぎてちょっとひよってたわ。土産かな、ジャングルかあれだと、トップだと。やべ、これ死んだわ、死んだわ。倒されました。うぜえ、てかオーン強くねもうオーン強えんだけど普通に。オーン強えな。ボリのスキル上げ W かな。ちょっと待って、今調べてます。味方が倒されました。敵を倒しました。半一や荷上げだね多分。アカリエさんダークで強いね。で、まあでかくなった時のあれが強いから、こうやってやって、まあ殴っとけば。こいつ初心者だな。こういう感じやね。だから連戦マジ強いと思う、こいつマジで連戦強いと思う。これ多分ダイリウスより強いよこいつ。ちなみにでもね、強い時は強い。強いクマはマジでなんかもう森のヒノキ、あのヒノキグマじゃない、なんて言うんだっけマジ化け物のクマいる時ある。ヒグマや、ヒグマや。殺してくれー。うわー、サステイン、サステイン、ナイス。おお、超えた。一応見とくと、
パッシブがスキルまたは通常合計ダメージを与えるごとに攻撃速度が上昇するで、1が4秒間移動速度が10上がって、スタンさせれる。で、2が、なんかまあ強くなるって感じかな、2が。2スキルが、あと、HP 回復できる。で3が、降ってくるやつ。で、これ、敵に与えるとスロー、自分が入るとシールド。で、これがなんかでっかくなるやつ。で、これタワーの攻撃も無効化できるんで、だいぶ最強です。一人ダイブしてえな。こういう時になったらこう2スキ使うとめっちゃ回復するよんっていう。待って待って待って、なんでなんでなんで。来たチャンス。あ、待って、ノッカー、待って、ごめん、ウルトがなかった。ウルトしようと思ったのに、ごめん、ウルトあれば助けれたのに、ごめんなかったわ。まだ雪村は偉いな、ちゃんと俺を育ててくれて。確かにこれディバサ入ったらこいつやべえな。敵を倒しました。せっかくだしタワー無効化したかったな。敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。おい、雰囲気でやるな、雰囲気で。はい、回復、回復、ナイス。めっちゃ回復するし、めっちゃ味方助けてくれるんやけどありがとうね。でも2上げた後は3かな、バリアだし。バリア量上がるからな、これ。だいぶしたかったけど、アルティメットなかった、まだ。アルティメット、早く湧いてくれよ。ある日、森の中、クマさんに出会った、あの咲く森の実。あの咲く森の道、クマさんに出会った。あ、やばい、クマさんに出会ってる。下も、下もクマさんに出会ってやがる。どっちのクマさんが強いかの勝負だな、これ。俺の方が1600円多いわ。でこいつマジで一回殺したらマジで一生殺せるからな。あ、なんか、あ、どこでも買い物券もらえた。え、どこでも買い物券だ。はい、すごい、どこでも買い物できる。あ、これがオンのパッシブか。敵を倒しました。うわあ、森のクマさんだ、俺は。待って、ナイス。森のクマさんじゃなかったかも。この辺のクマさんだったかも。すげえ、お買い物券いいね、これ。便利だな。え、こいつもでもさ、まあ、ディバさん相性いいか。ディバさんも相性いいけど、スロー欲しいな。アイボン欲しさあったな、今の戦い。レンジ相手とかと戦うとき。ディバさん欲しいか。痛みに1回回復使い切るまで永続の
優秀なお買い物ボッケ。え、ね、これいいね。もうどこでも買い物券じゃん、マジで。痛いって。なんかすごい。森のクマさん森のクマさんパンチ、森のクマさんパンチ、森のクマさんパンチ、森のクマさんだ、俺は。クマクマ、うい、痛くない。やっぱりクマさん来た。大丈夫か、俺がスローかけてやる。敵のタワーを破壊します。アリセンさん、オンの近くにいるだけでエレンのどこでも買い物できるの。トップレーンの、いや、ね、オーンがこれくれてんのかな、チケット。オーンが俺を選んでチケットくれてんのか、俺が普通になんか使えてんのかわかんない。なんかいくらでも買い物できるんやけど、いつでもお買い物券やん。オーンがそれをやるとこれもらえるんだ。オーンが近くで作ると俺にお買い物券もらえるんだ。おお、すごい、無限買い物やん俺。ね、いいね。なんか強くね、みんな。お買い物券嬉しいかも。いいね、なんかこの新キャラ同士のタワー無効化使いたいんだよな、このアルティメットの。アルティメットタワー無効化して、いや、なんかちゃうな、やべ、バリア無理だな。ちょ CC 来いわえ、これタワー無効化してもさ、あの赤いびっくりみたいなの出るからさ、びっくりしせん、これ。え、タワー向いてんのって今なったんだけど、俺向いてなかったよな、多分。びっくりしちゃった。やばい、出会うなお前、クマさんと。クマさん強っ、森のクマ強え。なんかスローかけれるアイテムってセリルダしかないよな。セリルダは、セリルダはやりすぎだな。こいつか、待って、激アツ森のクマさんじゃないこれ。劇場版、劇場版森のクマさん。相手 CC すごいんやけど、相手まだ、まだ味方が来てないんだ俺たち。森のクマさん登場。ババ森のクマ、クマ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 、ここスローかけてあげて、こっちに。はい、スロー、うん、スローは無理かも、当てるの。クマー、マロン行こう、まだ終わりたくない。え、これスロー当てんの無理だな、結構スロー当てんの無理だから、オリベイのスキル上げ1からの方がいいの、マジらしいです。ちょっとスキル上げは、あの、これ本家の話なんで、こっちじゃ違う可能性ありますんで、皆さん、あの、有識者に聞いてみてください。それは僕は今ロールの本家の方と同じスキル上げしてます。ダーリンさん、飛んだクマにケイルールとつけて爆笑してた。ムキムキじゃん、これ。相手のさ、さっきステイシス使ってたからさ、あの、あいつまで突っ込もうぜ、バルスまで。CC えぐいって。 CC えぐいのやめろ。東大さん、海外の有名な人が力を挙げてました。うえ、森のクマ
うわくそ間に合わねえ。うわーやだえでもウルトラダメージやばくね今の。ウルトラダメージエグかったな。追いつけると思ったのにな。あ、オールとサビラで消せるよ。ちなみにブラウムの盾でも消せるから、オーンのカウンターはブラウムって言われてる。ここでノックアップするんや。頑張れ。そう、うまい。俺よりうまいのやめてよ、オーン使うの。俺よりうまいじゃん、オーン。味方が倒されました。シャットダウン。確かリフトメーカーはね相性いいんだよなマジで。でこのあとちょっとまあ動画は1日遅れになるかもしれんけど、AP ビルドもやります。 AP クマさん、ヤスオとか、ヤスオもいけるかな。いや、この試合は別に俺なんかもうマップも一個も見てないから助けてもらって感謝よ。ノリでやってるから。これどこでもお買い物券マジ便利すぎない？あーかわいそう。うまい W の使い方。俺の E よりうまいな。俺サンスピより。あ、やべ。いやーこれは無理か。さすがに走れー走れ俺ー。うわえでも回復する、めっちゃめっちゃ回復したな今通常一発で。意外と殴り合った方が良かったか今ビルド差あるし。まあこの辺はご愛嬌よ。まあこんなグローリーエンチャントなんて積んだのが悪いわ。いやリバインの後王権でぶっ殺すのもおもろそうだな。ナイスー。でもほぼウルトのダメージじゃないこれ。マジでウルトダメージ出るわ。ボリビアウルト当てんの超大事で、まあランキングのオンのボリビアのビルドを見ると、ボリビアのビルド、ボリちゃん、ボリちゃん、ボリちゃんどこ、トップとかで見た方が早いか。今いた気がする。まあ、誰もまだ使ってないやな。やっぱタンクが多いか。まあディヴァインは相性いいね。回復側が。パッシブの回復も相まって。はい。で、一応、なんかコンボ的なとこで言うと、ギャップでバーストクマ今からやるよ。で、コンボ的なサムスイングで言うと、まあ、ジャングルならあれかな、クラーケンスレイヤーかアフターショックじゃない。アフターショックでもいいと思う、全然。タンク的な観点で言うとね。バイみたいな。まあ、クラーケンで普通にバーストで倒しきってもいいと思う。ダメージはめっちゃ出るし。どっちかだ。まあ、征服者でもいいか、あと。征服者も良きだね。サステイン上がるしな。まあ、1スキ上げなのかな。ミニオンが出撃しました。まあコンボ的なサムシングで言うと、まあ、これ敵相手のレーンですってなった時、ジャングルで使う時は、まあ、3を相手の後ろに置いたりして走り込んでって自分にバリアとか相手にスローかけつつ噛みつく。でこれちょっと大事なのが、まあ、めっちゃ遠い時とかに Q が早すぎると
まあ、終わりはしないか。めったに終わんないけど、なんかこの遠くからガンクしようとすると、この切れて普通の通常になる時あるから、まあ、そこの分かる距離、まあ、この辺から使えば間に合うかな、だから。この辺から、こうやってやっとけば、うん、スタンできるね。で、まあ、あと通常、AA キャンセルして、かなぁ。で、まあ、あとこれ、タワーがマジで、これ、止めれるから、これで。ダイブがマジで強い。普通にもうミニオンを押してるときに、もう5レベだったら、もうここ、普通に、なんかこう、こうして、こうやって入ってって、もう噛みついて終わりよ。っていうのが、ボリビアマジ強いから、ジャングルで使う人は、参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。